んで俺こいつと勉強してんの。やっぱり学校で自習するのが一番はかどるよな。あれ以来タメガイがやけに親しくしてくる。これ絶対あれじゃん、俺のこと同志だと思ってるやつじゃん。漫画でよくある初めて真の仲間に出会って心を開いた的なあれじゃん。どうかしたか、さっきから手が止まってるが。いや、ちょっと問題が難しくて。ふむ、見せてみろ。え、ああ。俺の本心を知ったらこいつはなんて言うだろうか。知られたらなんだって言うんだ。俺は今負けている、だからレベルが低く感じるんだ。俺はタメガイカズマに勝つ。後日、今回手応えがあったものもなかったものも、また次頑張るように。この後どうする？駅前に新しいゲーセンが。シャオラーだー。見たか、俺の真の実力を。屈辱に震えろバーカ。今まで散々偉そうなことほざきやがって、もうお前なんか全然。タメガイ、順位にこだわっていたわけじゃないが驚いてるよ。お前だろ1位は。さすがだな。悔しくないの？俺に負けて。俺たちが戦ってるのは自分自身だろ。まだ上があると分かればまた精進するだけだ。あの目だ。お前の励む姿勢を見れば当然の結果だ。本気で何かを成し遂げようとする意志のある奴はそういない。実現させられるものとなればなおさら。舞坂はすごい奴だ。そうかな。学年1位を収めて気分が高揚していた舞坂。その上因縁の相手に褒められて舞い上がらないわけがなかった。まあ今回は自分でもかなり頑張った自信あるからな。頑張らなきゃいけなかったっていうか、だってタメガイの方が評価されてるのムカつくからさ。いや、その人からの評価はあくまで努力のパラメーター的なやつで、努力が足りないとムカつくって話で、タメガイがいつでも本気なのは分かってるよ。今のは言葉のあやというか。そうだ、タメガイは俺とは違う。純粋な向上心が俺には眩しかった。眩しいと感じたことが悔しかった。だから俺はやれカッコつけてるだとか、やれ偉そうだとか、勝てない腹いせに悪者扱いして、結局他人から褒められたいだけの俺がタメガイと同じなはずが。そうなのか。ずっとそんなことを考えてたのか。俺今、俺より他人から評価されたいと。声に、それがお前の本心か。おい、失望された、失望された。俺には胸を張れるような崇高な志なんかない。ただ注目を浴びたい、それだけ。だから任したかった。勝って見下してやりたいと思った。それは本心けど、あの目を裏切りたいわけじゃなかった。しょうもない嘘で低レベルな欲を隠して、挙句それもバレて逃げ出す始末。最悪じゃねえか。危ねえな。急に走ってんじゃねえよ。お前足速いからこっちまで全力疾走しただろうが。俺のことなんか放っておけばいいのに、なんで追いかけてきたんだ。怒りをぶつけに来た。いや、タメガイはわざわざそんなことするやつじゃ。
でも舞坂お前ごめんタメガイと同じじゃなくて人からの評価めちゃめちゃ気にするし嫉妬も超するし俺こんなんで嘘までついて幻滅させてごめん。いや幻滅なんかしてないんだが。お前本当にいいやつだな。こんなゴミみたいな味に気を使って。舞坂は本気で俺を追い抜こうとしてたんだろ。それともまあ勝てたらラッキーくらいに思ってたのか。違う。じゃあいいじゃねえか。俺がムカつく？上等だよ。手を抜かず本気で勝ちに来た。俺が見てたのはその心だ。あの時なんて答えてようと舞坂は見どころあるやつなんだよ。タメガイは他人のことなんて見てなかったくせに今俺が欲しい言葉を簡単に見つけてしまった。やっぱムカつくよ。まだまだこいつに勝つにはとことん骨が折れそうだ。後日。タメガイ見て今回の俺の本気。だからっていちいちアピールしなくていい。タメガイに褒められる味を占めた舞坂であった。